サバイバルなら俺にお任せ。他の奴らとは年季が違うっせ。キャンプね。まあこれだけ装備が揃ってるならどんな気候でもへっちゃらっすよ。次は大得意っせ。いいとこ見せてあげますよ。自給自足ならこの学園で俺の右に出るやつはいないっせ。釣りは危険の少ない狩りっせ。小さい頃からそこら辺の虫を餌に魚取ってよく家に持って帰ったな。マジフトはどの魔法師養成学校でも運動部の花形。うちでもバレガスの指導が暑苦しいのなんのって。テントを張るのも火を起こすのも手際が悪い。これだからお坊ちゃんどもは大自然の中でキャンプ最高っすよね。ただで手に入る食材がそこら中にあるじゃないっすか。記録係の仕事は順調。俺の活躍ちゃんと写真に撮って先生に報告してくれなきゃ困るっすや。せっかくのいいウェア汚さないよう大事に着ないと。古着として売れるかもしれないしなんてね。魚釣りのコツを知りたい？そうだな、君が手に持ってる木の実と交換でどうすか。エペル君がバーベキューしたい、肉が食べたいって嘆いてたっせ。レオナさんも同感って顔だったな。魚とキノコは蒸し焼きにして味付けにはハーブを。ん？なんすか。夕飯の献立を考えてただけっすよ。しっ、音を出すと魚が逃げちゃう。用事があるなら後にしてほしいっす。グリム君に食事を取られた？しょうがない、焼き魚分けてあげてもいいっすよ。貸し一つね。